不益法とは、古今普遍の基本法のことであるが、中世日本においては、判決の確定期限を定めた法律を指す。この期限を過ぎた、訴訟の判決に対しては、エッソなどの異議申した手が拒絶された。御成敗式目において、年期法の論理が導入されて20年の占有を、もって権利が確定されることとなっており、裁判の判決にも、同様の効果をもたらしていたが、 これとは別に、源氏将軍三代及び北条政子貢献期以前の判決に対しても、異議申し立てを認めないとする規則が別途設けられた。その後、昭和2年には、下六元年から任次3年までの判決に拡大され、文永8年には、光元元年までに拡大、そして、昭和3年には公安7年までに拡大された。昭和3年法において、 エッソの期限を6年にまで短縮した背景には、公権力による判決に異を認めないとする特層権力の意図が背景にあったと言われている。また、朝廷においてもこれを取り入れて、公安8年には文英9年までの判決が不益化された。室町幕府においては、将軍の特別な許可がない限り、3年をもって不益化されるのが原則とされていた。ありがとうございます。